チャオ、まひろです。今回やっていくゲームはルイと街の時計塔というゲームをやっていこうと思います。ニューゲーム。こちらのゲームは RPG になりますね。ボイスの有無を選択してください。なお、ゲーム中もアイテム欄にあるボイス選択でボイスの有無を選べます。へー、ほん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 。じゃあ、すべてオンでいこうか。せっかくだからね。魔法が衰退し、蒸気と歯車で発展した世界のお話。時計塔の音。結構なるな。何時なんだ。よく寝たー。おお、ボイス付きだ。あれ、まだ夜？おかしいなぁ。俺、ぐっすり寝たと思ったのに。ルイの部屋。この子が主人公なのかな？なんかアイテムあるね。レモンドロップ、イチゴドロップなんかいっぱい見つけたな。で、下に降りるのかな？ステータスは、あ、見れるね。時計塔技師の孫。ほう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 。時計塔を作った男の孫。ロゼに恋する12歳。背伸びしたいお年頃。ロゼ。ロゼって子がいるのかな？父ちゃん、母ちゃん、おはよう。てか、俺、いっぱい寝たと思ったのに夜だったよ。ん？ここはボイスないんだね。父ちゃん。ルイ、起きたか？ねえねえ、もしかして俺、一日中寝てた？母ちゃん、朝のはずなんだけどね。そういえば夜中に、と言っても、今も夜中みたいになってるが、時計塔の鐘が13回鳴ったな。そんなになったんだ。おかしいわね。13回なんて鳴るわけないのに、時計塔も壊れちゃったのかしら。仕方ない。親父迎えに行ってくるよ。そうね、時計塔を直せるのはお父さんしかいないものね。ふーん、時計塔壊れちゃったのか。見に行ってみようっと。で、動かせれるようになる。こっち。ん？なんか見つけたな。トイレから見つけたんじゃないの。で、母ちゃんは？お父さんなら温泉旅行に行った二子おじいちゃんを迎えに行ったわよ。ルイ、いいわね。変なことしないでおとなしくしてるのよ。変なこと。あとは、なんかあったりしないかな。じゃあ外出てみようか。うわぁ、マジで真夜中じゃん。何がどうなっちゃったんだよ。ロゼちゃん、どうしてるかな。町の西にあるアリア食堂へ行こう。町の西。あ、書いてくれてるね、ちゃんと。ロゼとピアーニの家。アリア食堂。アリア食堂って言ったね。あ、いらっしゃ。ロゼちゃん。あ、この子がロゼちゃんね。可愛い子だね。あら、ウイだったの。外真っ暗だね。大変なことになっちゃったね。怖くない？別に。注文は？ロゼちゃんの笑顔で。冷やかしなら帰ってちょうだい。ロゼちゃんの顔も見れたし、時計塔に行ってみようっと。
西から町を出て時計塔へ向かおう。ほうほうほう。で、話しかけれる？外はどう見ても夜なのにモーニングセット運んでるなんて不思議な気分だわ。俺、ロゼちゃんの作る料理好きだよ。毎日食べたいよ。だから結婚しよう。主に作ってるのはお母さんだから。相手にされてない感じね。あら、ルイ、朝ごはん食べていく？安くしておくわよ。で、上も行けるね。アリア食堂、倉庫かな？あ、宝箱。肉、野菜。どっかでなんか使うんだろうか。で、とりあえず、こっちか。おっちゃん、おはよう。こんばんは。ちょっと時計塔に行きたいから、そこ通してよ。おいおい、何言ってんだ。修理ができるお前のじいさんが帰ってくるまでは立ち入り禁止だぞ。というか、内側から鍵がかかっているようだから、誰も入れないぞ。え？鍵？何それ？ん？待ってよ。今行けば、いつもうろうろしている時計塔管理組合の人たちがいない。ってことは、好きなだけ探検ができる。そういえば、じいちゃんの物置から時計塔に続く秘密の通路があったな。町の東にあるじいちゃんの物置へ行こう。東。ってことは逆だね。こっちに行って、な、結構いろいろあるね。まあ、とりあえず、物置。ん？ここの下か？あ、あった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 。に入る。地下室の入り口ってどこだったかな？地下室、地下室。この穴開いてんの違うの？あ、これか？あ、ここだったな。わ、真っ暗じゃん。何も見えねえ。電気はつかない。ピアーニならどうにかできるかな？ピアーニを探しに行こう。ピアーニ。ピアーニ。誰？アイテムとかはなさそうだね。ピアーニ。お姉さん、あそこに大きなお屋敷がある。見える？ルージュっていうお金持ちの家なんだけど、この前盗賊が入ったらしいわよ。何を盗まれたのかしらね。盗賊。治安が良くないね。ピアーニ。ピアーニ。あ、ルイだ。おじいちゃんは時計塔の修理をしてるの？じいちゃんは旅行に行ったから、さっき父ちゃんが呼びに行ったよ。ふーん。ピアーニ。ピアーニ。ピアーニとは。時計塔の鐘が聞こえないと、何かと不便でな。ルイ、お前じゃ直せないのかい？おじいさんじゃなきゃダメかい？俺はさっぱりだな。あ、ちょっと、左側にピアーニの家って書いてんな。ここにいんの。ロゼとピアーニの家。ピアーニ。兄弟なのかな？ここはロゼのお部屋。なんもない。あ、今なんか矢印があったな。なんだこれ。7年前に他界したロゼとピアーニの父親の写真だ。お父さんいないんだね。ピアーニの部屋。おい、ピアーニ、起きろ。二日酔いで頭痛いんだから、大きな声出さないでよ。ちょっとはロゼちゃんを見習って親の手伝いでもしろよ。本当に言われたくない。そんなことよりちょっと一緒に来てよ。やだ、じいちゃんの物置の電気がつかなくてさ。ピアーニなら直せるだろ。やだ、時計塔を自由に探検してみたくないのかよ。え？どういうこと？いいから一緒に来てってば。武器改造ができるようになりました。
武器屋はありませんのでピアーニに武器を改造して強くしてもらおう。これうふふ、このピアーニ様に武器改造をしてもらいたいのかい？そんなことできるの？ピアーニすげえな。こちらが料金表でござい。金取るのかよ。当たり前でしょ？うちにある材料や機器も使うんだし。まったく変なとこだけはしっかりしてんのな。装備中の武器は改造できませんと。はいはいはい。まあ、今は何もできないかな。で、見つけた150ゴールド。あ、それ私のへそくり。泥棒。じゃあ自分で持ってろよ。あとは特にないかな。じゃあ下行って、おじいちゃんのとこ行けばいいんだよね。あれ？なんで夜なの？私、丸一日寝てた？時計塔が壊れたせいかわかんないけど、朝が来なくなっちゃったんだよ。時計塔壊れたくらいで朝が来ないわけないでしょ？って、時計塔壊れたの？なんで？わかんねえよ。だから父ちゃんがじいちゃん呼びに行ってるんだよ。多分一週間くらいは戻らないね。で、いつもは時計塔をうろうろしている時計塔管理組合が今ならいないんだよ。にゃにゃにゃ？あの鬱陶しい奴らがいにゃい？なんか扉が開かなくなっちまったらしいぜ。でも俺、時計塔に続くじいちゃんの秘密の通路知ってるんだ。行くお、今すぐ行こうぜ。こいつらろくなことしねえだろうな。で、じいちゃんのところに行って。はいはい。で、どうすんの？ここから時計塔に繋がってるんだけど、地下室が電気つかなくて真っ暗なんだよ。へえ、こんなところに秘密の隠し通路があったのか。ニコじいさんっぽいわ。電気直せそう？当たり前じゃない。おお、スイッチ入れただけでは。すげえ、もう直ったの？ふふふーん。よっしゃ、早く地下に行ってみようぜ。ほう、で、地下に降りる。ふんふん。秘密の地下道。これを拾えたりはしないんだね。あ、宝箱。歯車。基本は宝箱にあるものが手に入るって感じかな。粉雪の森。なんだこれ。あれ？いつからここ森になったの？どうなってるんだよ。なんか雪まで降ってるけど。これは人工物っぽくないな。なんだよそれ。魔法だって言うのか？魔法はとっくの昔に滅びたんだろ？らしいね。一体なんでこんななったのか調べに行こうぜ。つーか、寒い。うん。なんかイベントって書いてんな。なんだあいつ？わあ、雪だるまだ。敵や。敵だぞ。おお、オートとかあるね。戦う。スキル。MP を30消費して、TP を20増やす。ルイの攻撃力を3ターン上昇させる。料理。なんかいろいろあるけど、まあとりあえずは攻撃していこうか。で、こっちは、まあ、料理ってなんだろうな。まあとりあえず攻撃でいいか。みんな無事か？なんでこんなのが時計塔の中にいるんだよ。私もう帰りたいんだけど。またすぐそうやって諦める。ダメだかんな。一緒に来てよ。これで敵と戦ったりもするってことか。これ何？あ、全回復に脱出だって。へー。
とりあえず戦ってみようか。みんな気をつけろよ。攻撃ペンペンモコモコ名前かわいいな。あ、強い。お、森歌。わあわあわあ、強い強い。ちょっとやばいんじゃない。あー大丈夫かな。お、みんな無事か。よかったよかった。肉魚なんか手に入れたな。でここで回復できると。全回復した。うん。あ、セーブもできるね。ちょっと行くよ。セーブしとこうか。冒険メモ。ストーリー雪。時計塔に入ったはいいけど、何これ雪？寒。動く雪だるまとかいて襲ってくるし、なんだこれ？何が起きたのか、時計塔の中を調べるぞ。サブイベントってなんだろう。へぇー。装備。装備なんかできるかな？デリンジャー、装飾品。あ、歯車。運が上がると。うん。で、あとは？ヒアーニは？あと何持ってないか。うん。じゃ、とりあえずうろうろしてみようか。このフィールドでは走れないんだね。あ、宝箱。ゴーグル。これ何これ。寒い。帰って熱燗飲みたい。確かに寒いけど、くじけるの早えよ。ふん、子供はこれだから。その子供よりもまともな生活してから言えよ。ぐぬぬ。ピアーニは何歳なんだろうね。書いてないのかな。ステータス。あ、時計塔管理組合から追い出されたぐーたら技師。追い出されたの。ロゼの姉で23歳、絶賛ニート中。23歳なんだ。へー。12歳。え、全然年違うじゃん。妹と11個離れてんの。すごい離れてない？あれ、でもロゼが何歳かは分かんないか。同い年臭いんだけどな、ルイと。で、なんか拾ったよね。装備。ルイ、ん？これで、あ、装飾品が3つ装備できんのね。はいはいはい。なるほどなるほど。なんか操作がまだいまいち慣れないな。おい、敵だぞ。このペンギンちゃん強いんだよね。痛い。サバ。この粉雪ダンスが強いよね。死んじゃうよ。アイテム。これ使っちゃっていいのかな？使っちゃった！ザバ！痛い！攻撃、攻撃。はい。ああ、やばいやばいやばい。アイテムでイチゴドロップ。立ち上がったのか。よしよしよし。みんな無事か。強いな。真何？お、レベルアップ。真何？これこれこれ。武器改造に使用する素材。はあ、なるほどね。あ、ここでボイス設定ができると。ふんふんふん。いや、回復するさ、魔法っていうかスキルがないからさ、アイテム結構重要だよね。みんな、はいはい、気をつけろよ。ちょっとレベル上げたいよね。わ、ちょ、まずい。ちょ、待って。逃げる。アイテム取って、どうしよう。とりあえず、あー、やばい。ちょ。おい、敵だぞ。逃げる。あ、さっきの、逃げることはできなかったって。全員逃げた。
どんなもんだい。どういうことよ。この雪だるまはただの雪だるま。回復したい回復したい。回復回復回復。こっちにないかな。あれ？回復。あ、もう一個下だったかな。あ、あった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 。待って、回復させて。よしよし。宝箱があるな。はい。雪だるまブローチ。ちょっと装備を、ルイに。ゴーグル。特に上がらないな。攻撃力が上がるか。歯車とゴーグル。防御力上げて。あ、歯車も防御力が上がるのか。で、ピアーニの方も、これじゃない。雪だるまブローチ。でいいかな。で、2階へ。まあ、ちょっとうろうろしてみたいな。戦って。あ、なんか、吹き出しあったな。お、いいね、クリティカル。あ、寝てるし。スキル。TP10 使用、ラバーパレット。TP30。なんだそれ。帰って、お酒飲みたい。お、ピアニもレベルが上がったね。酔いが覚めると体温が下がるから超寒いんだよね。寒い。お酒ちょうだい。体が震えてきた。完全にアルチューのそれじゃねえか。これってサブイベント的なものになるのかな？あ、違う。なんだろうな。ただの会話？宝箱。おい、敵だぞ。もう1レベルぐらい上げた方がいいかな。あ、なんか回復してるし。あー、それやだそれやだ。どうしよう。アイテムでいちごドロップ。強くない？使っちゃった。アイテム、いちごドロップ。いや、いちごドロップ重要だな。とりあえず回復して、で、どうしようかな。今日はここまでにしようかな。次はその2階へって書いてる、ここだね。こっから始めていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。